やるで3000、うん、3000いこう。なんかちっちゃな元はちっちゃかったな。え、何、え、マジでマジで嘘やろ。キャビアすげえ、え、マジで大当たりや。え、クローバーのお母さんです。森家のクローバーの、え、お母さんです。そうですか。ほんなもしトーストとかやって、トーストってありましたか。あれあります。トーストやってもらってたから、うんうん、僕らこれのして食べてもいいですか。思いますか。言ってるね。うんうんうん。分かる。マジで分かる。いやいやいや、ありがとう。ありがとうございました。ごちそうさまでした。息子さんにもちょっとよろしくお伝えください。言うときます。ありがとう。ありがとうございます。キャビアも食べたし、うまかったな。さあ、2023年、パンパンうまい。古着を探してるんですよね。古着屋さん行きたい。古着屋行こうか。どこのジャムでもいいみたいなある。結構基本あそこ、あそこが行くイメージ。向こう側渡ったとこ、渡って、はい、左曲がった角。閉店とか、閉店する。え、閉店来年。あ、この建物の、あ、そうです、同級が聞いてみようか。店長の方です。すみません、ありがとうございます。お願いします。ちょっとジャム入る前、なんか服をネットで買った人が送る、うん、服屋さんやったんですけど、そこで僕ずっとバイトしてました。ネット販売で仕分けみたいな、ピックアップして放送して。閉店セールやってんの。上がった頃にはやってそうな感じがあります、そうですね、うん、カバンがめっちゃ冷たい。他のもう大丈夫なの。楽しみ。めっちゃいいやん。イギリスのサッカークラブチームです、はい、マンチェスターユナイテッド5940。これかすぐ欲しいの見つかった。めっちゃあるな。すげえな。ありすぎて分からん。あ、ボタンや。めっちゃ楽かも。何が入ってんの。何これ。ポケットめっちゃあんの。へぇ、ペンとか入れる。すごいすごい、これ、あ、でもかっこいいかも。どうなんやろ。いや、かっこいいと思います。かっこいいっすよね。かっこいいかも。古着ってかっこいいな。これがな、このこの、めっちゃ邪魔やわ。上もあんのか。すげえな。もう一個決まる。え？何これ。マンチェスターユナイテッドのマフラー。それつけるよ、飾るよ。
これつけるよ。つけるような。つけるよ。めっちゃいいよ。サイズはバッチリやった。よかった。あ、これええやん。めっちゃ目立つ。ジョーダン、かっこいいな。これすごいな。かっこいい、かっこいい。ここまでいったらもうかっこいいよ。これジョーダンか、ほんまに。若い時か、だいぶ。え、これいくら？これもかっこいい。これもかっこいい。これめっちゃかっこいい。これ後ろだね。これ後ろ、ブルズのマーク。あ、かっこいい。それかっこいいな。ちょっとヴィンテージ T シャツ持ちたいんだけど、これかっこいいと思ったやつ。やっぱ高いな。どれ？山内ちゃんが買う値段からしたら、いや、安いっすよってなるかもしれないけど、これええなと思って。古着でクタッとなってる感じもいいなと思って見たんやけど、19,910円。なんかさ、え、ここさ、もうこれ、ここも終わってるやんか、服としては、うん、これどうすんの？中なんか着るん？何も着んの？だからこれぐらいちょっと出るタイプのやつを探して。うわ、もう大変。俺そんな大変すぎるわ。あ、これかっこええやん。ジョーダン、ジョーダンとかっこいいね。マジックジョンソンか。さっきのジョーダンとこれと。ジョーダン。ジョーダンそれいくらの？うるさいな、そうなると。ジョーダン、ジョーダン22,000円。うわ、え、タイタニック T シャツ40,000円するで。え、これこれ絶対売ってたよね、映画館に。トイストーリー38,900円。え、なんでな。ほんまに見て、もう普通にこの破れたりしてんねんけど、まあ、それも味ってことですかね、うん、でもこれ状態良かったらもっと高いってことやな、多分。そうですね。ベースベースベースの T シャツとか無理なのかな。買うか。ベース吉本お祭りの時のイベント T シャツめっちゃでっかい。ベースベース買わんって誰も。いや、これかっこいいよ。でもちっちゃいな、これも。この方がまだね、うん、ちょっと着てみた。いや、ちっちゃいと思うねんな、これ。どう考えても。これ、それ何も正直、これ。いや、じゃあ冷凍食品。冷凍食品。いや、これ着てみてもいいですか？すんません。いや、でも、ジャストぐらいのもかっこいいよ、今日の格好に多分。合います。合うと思いますけど。で、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。なんも小さいことはないやん。うん、うせやん。うん。だってこういうのって大きかったらおかしいやん、この丈感が。めっちゃいいやん。ちょっとこの後ろの感じ見たいやろ。喋っとったるわ。めっちゃかっこいいで。めっちゃかっこいいな。ほんで、またこの今中に着てるシャツとサイズがいいわ。めっちゃかっこいいな、これ。このシャツ出してな、ちゃんと大きく、うん、めっちゃかっこいいな。息切ってたらいいな、確かに、うんうん、え、ちょっと待って、ほんま？ちょっと待って、中無地着るやん、うん、だから一番や、黒でも多分合うやろうし、うん、こういう中、うんうんうん、黒のノンティーで今日の白のこの無地もいいし。え、ちょっと着るかな、ちょっと待って。めちゃくちゃブルーズやね。いいやん、でもやっぱ時代のさ、キープですか。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。これあそこ置いといても多分すぐにはね、誰も。そうですよ、すぐ取られるかもしれん。紅葉してるやん、今みんな。紅葉してるやつってすぐさ、めっちゃいいやんってみんな言うから。え、俺はでもほんまにちゃうかったらちゃうって絶対言う、うんうんうん、服は。いや、俺でも信頼できへんわ。なんで昔っから、うん、林さんが履いてる靴とか、うん、パンツとか、うん、全部いいやんって言うやん。あかん時もあったはずやん。ヨーロッパの林さん。じゃあここだけの話を。秋山はこれどう思うって言って、よう楽屋に聞きに来てたん。全身だけ見せてきてな。第一声統一して、うん、あ、めっちゃいいっすねって。俺、嘘の時あったと思う。いや、ここだけの話やで、うん。林さんにはそうやって言うよ。いや、それがあかん。結局、あ、待つねって言ったら、怒んねん。それ一回でもあったやつが。怒んねん、すねんねん。俺、すねんのダメっすね。だから、いいっすやんから入っとかないと。あ、いや、ちょっと待って。ちょっと待って、一回。これはこれ。じゃ、全然いらない。いらんっていうのもあかんけど。あかんけど、俺には全然必要ない。88,000円。えぇ、これは難しいわ。
逆に黒の方も着てみます。あ、黒ね、着ます。黒もいいですか、一回。あ、黒ね、多分これ公式やろ、ちゃんとしたやつやろ、ほんまや、このオフィシャルの。あ、ほんまや、うん。ええなあ入った。あ、かっこいいわ。オーバーサイズの感じでね、まあ、中スウェット着たとしても下が大きいのが恐怖だから。見たことない具合って言ったらやっぱあれめっちゃかっこいいな、うん、赤な、あれめっちゃかっこいい。ちょ、どうやろうな。え、向こうもある？向こうも。一回向こう行ってみよう。ちょっとこっち新しいの。うわーって思った、あれやな。切るかな。めっちゃ迷うわ、あれ。これがね、買って着なくなるんですよ、僕。あ、こんなんとかはもうずっと着れる、はいはい、これはもう間違いない、それはわかる。着なくなる理由としては何なんですか。飽きる。飽きる、はい、だから僕も黒と白しか基本着なくなったんですよ。あ、飽きるから。あ、でも春とかは派手めの、うん、ああいうちょっと派手なやつ着るんですけど、はい、いや、やっぱり。あ、いいよ、めっちゃいいよな。めっちゃいいよ、めっちゃいいかもしれない。18,900円、全然いい、うんうん、これ買おうか。出たサイズか。なんでちょっと離れたとこから見てるの。ちょっと離れたところから見る。こんな悩むってことは勝った方がいいよ。もう一回来てみよう。同門家で言ったらもうかっこいいっすよ。かっこいいな、めっちゃ。かっこいい。買うか。買おうかな。買うか。買って、今この安定を捨てようかな。あ、そっちやめる。うん、これ安定やしな。今日はだから安定よりもワクワクする方を。あ、すいません、ありがとうございます。あれもかっこいいけどね。あれもかっあれもかっこいいけど。あれかっこいいけど。どうしたん。いや、あれもやっぱ迷ってきた。重たいんかな。でもさっき聞いてみてどうやったんですか。いや、重たいです。あ、関係なく着るんかな、それは、うんうん、買うか。あ、両方建物老朽化で閉店なんですね。あ、そうなんですよ。もうちょっとボロボロすぎて、うん、上の水道管が破裂したりとか、壁も日々割れてたりとかね。こいつのやつだよね、ほんまに。年代とか知りたいわ、これ。お兄さん、これ年代でいうといつぐらいのとかって分かったりするんですか。はい、ああ、
年代で言ったら、まあ、多分90年代の前半ぐらい、92年とか93年ぐらいじゃないですか。これ嘘、冗談、あ、ほんならもう全盛期の時ですか。全盛期っていうか、ちょっといいですか。はい、え、だって俺が小学校、中学校の時やったらもうバリバリの時やで。おそらく90年代のマジで、はい、感じで、そうですね、一番多分このね、バーって書いてある感じとか盛り上がってる時のやつなんじゃないかなと思います。それも一緒でお会計で大丈夫です。そうか、それそれそれ、ものすごい高いこれ一番。ありがとうございます、はい。昔の24時間イベント、堀江店で行われてた、うん、あ、来ました、はい、来られて、はい、で、あの、夜中にレジ並んでくれて、はい、そうそうそう、はい、来ました来ました、覚えてます、言ってました。近く住んでたんですよ。あ、そうなんですか、はい、ちょっと閉店近くなってきたら、はい、ちょっとイベントみたいな形で、はい、インスタの方でお伝えさせてもらうんで、わかりました、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。勝ったね、大満足やわ。大満足。マジやっぱ古着屋いいな。